今回は本日から始まりました新たなる無料のガチャ、このどれから引く確定マシマシ5属性ガチャ、これ引かせていただこうかなと思います。で、良いキャラ来ていただくためにトリプルシックスひなみちゃんですね。まあ、なんだかんだ東京グルの漫画を読んで今アニメ見てる最中だけど、まあ、なんだかんだひなみちゃんよ、まあ、そんな感じでこれ引かせていただこうかなと思います。そして初回の10連は無料なんですけど、一応最後まで駆け抜けていったら、まあ属性限定が出るわけなんですよね。なんで一番最後は、まあそれぞれ私サブ機はクリムトとあの秋おじさん持ってないんで、まあ光と闇を最後にいろいろ引かせていただこうかな。で、皆さんに現実を見せます。まあ今クリムト欲しいとか秋おじさん欲しいとか言ったけど、いやそんなもん出るわけないんだぞと最後まで駆け抜けていったら恩恵あるぞとは言ったけど、いや現実はそんなに甘くないというところを皆様に見せて、ちょっと課金欲を抑えようかなと思います。で、10連はまあ無料の10連で終わる人はガチればいいんですけど、まあ私はどうでもいいやつから引いていくんで、まず最初は火属性かな。まあ火属性もそうだね、キルイはアイドルはちゃんと持ってるから、まあここで変なもんが出ないでしょ。なので皆様に現実を見せ、追っても意味はないぞと。はい、我々の課金をある程度控えて、ミクシーさんの社員の年収のインフレを抑えなきゃいけない。さっき動画で別の方が、なんかミクシーさんの年フレは、ミクシーさんの社員の年収はインフレしてて、この10年で、おーしゃ年収はね、150万なんかインフレしてるってなんか動画で言ってる人見ましたね。だからこれ以上インフレさせるわけにはいかない。で、まあ、薄積みを出てきたのは、いや、結構いいね。やっぱ、でも、向上なんだよね。昨日の解説動画でも軽く触れてたけど、まあ、やっぱり、向上も意識して、やっぱり引くガチャは選んだ方がいいね。で、次が、まあ、水属性は結構熱いけど、私はこの端末結構昔から引いてる分揃えてるから、まあ、これは一旦いいかな。で、こっからは石を使ってくんで、星玉も溜まっていきますと。だから、そこは注意しておきたいね。まあ、この辺じゃ限定なんて出ませんよ。だからまあ普通に工場が出て、うわぁ、道中なんて引く価値ねーみたいな。まあ、そんな感じのオチですね。はい、はい、はい。三島春子、グレムリン。いや、グレムリン出ると嫌な予感しかせんない。ほら、ほらね、うわぁ、あ、ほ、え、ちょっと待って、なんか今、いや、アンラマンユは、アンラマンユはまあ工場ですからね。いや、さっきなんか変なもんが見えた気がするんだけど。はい。見なかったことにしよう。で、次はグリファンだね。まあ、グリファンを普通に引きまして、まあ、限定なんて出るわけがありませんよと。そんなうまいことは、起きないですよと。現実を見ろと。ちゃんと今後の、うまいガチャに備えて、石は貯めておくべきだと。使うべきじゃないぞと。まあ、そういうことですね。はい。頼む！いや、でもいいキャラ出てほしいという気持ちもあるけど、現実をみんなに見せたいというか、この二つの気持ち。で、覚醒枠が3個。いや、違う！え、違うぞ。え、違うぞ。いや、え？え？ほらね、え、いや、え、おい、かわけー、いやーか、うわ、確定出てる、いや、違うって、いや、違う、ち、お、違うってあれ、あれ、あれ、え、いや、ち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 、違う、いや、違うって、違う、これは、いや、あれ、どっちだっけ、あれ、これ、どっちが、あれ、どっちが確か、あれ、光属性の確か、どっちかはシュレディンガーいなかったよね。だ、こっちを、ああ、じゃあ闇をこっち光で、こっちは闇。いや、違う！いや、ここから現実、ここからが現実です。まあ、こっから、まあ、限定覚醒までいいけど、まあ、そんないい限定がね、出るわけありませんと。まあ、こんなところでクリムトとか、水戸光圀秋王子さんとか出るわけないんだぞっていうところを、皆様に見せて、課金欲を抑えます。頼む。頼む、カワケ操作しろ。聞いてるな、カワケ。操作してくれ。頼む。はい。はい。はい。え？え？おお、危ねえ、うわ、キモキモ、いやいや、ちょっと待って、キッショキッショ、なんで出るんだよ。いや、でも、アベルは、まあ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 、アベルの限定の強さなんで、まあまあまあ、今の環境ではまあまあまあよ、まあまあまあ。で、これ、はい。まあ、これ、カーマンね。カーマン出てきたところで、みたいな感じよ。はい、カダカダ、信長、はい、カーマンで、あ、え？あれ？あれあれ割と限定出てね、もうこれなんか、え、そう、いや、違う、まあ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 、ここで最後よ。で、限定覚醒がここから始まる。でも別に、
こんなところで、1点狙い、2点狙いとかしても、まあいいキャラが出るわけないんだぞと。まあそういうことですよ。止まっても、まあ大したことないキャラだね。で、大体は止まらない。まあ、それを今から見せます。ね、これで。あ、まあ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 、これは限定確定ですからね。限定確定だから演出は絶対に出る。はい。さあ、操作しろ、乾け!よっ!違う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 。そうそうそう。限定確定だから演出は絶対出るのよ。まあ、こんなところでね、水戸光圀おじさんなんてね、止まるわ、止ま、え?え?え?お、いやいやいや、割とこれは当たりだから。あれ?あれ?え?え、これは、ん?これは、そ、そう、ん?え?そ、そ、え?そ、はい、はい、に、え?え?あ、え?え、これ限定確定じゃないよ、まだ。え?おー、危ねえ!あぶねえ!あぶねえ!まあ、S さんだから別に S さんだからまあどうでもいいっす。オーブでここで止まってね、栗本なんて出た日にはミクシーさんの平均年収が1万円ぐらい上がっちゃいますよ。まあ、その中で止まりませんね。え、あ、え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 、お、お、いや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 、え、え、あれ、あれ、え、いやこれもね、川家が私の端末を使って操作してる。自分の年収を1万円上げようとして操作してる。いやいや、現実はそんなに甘くないで、多分今はね、あの運営さんが察して操作したかもしれないけど、まさかもう一回50連まで攻めるバカがいるとは思われでしょ。4端末5回も攻めるやついる?いねえよな。まあ、そんなわけでパパッと。ほい。まあ、これ非属性から引かせていただくから。だからこんなところで、もういいキャラに出るわけありませんよと。てか思ったよりも、ええー、いや違う違う違う、これは無料だから。これは無料。これ無料の分だからまだセーフよ。はい。いや、これ無料の分だからね。皆さんも通れるラインだからまだまだセーフよ。20連以降にいい結果は起こりませんよと。だから、カワキのギリギリ操作だね。はい。はい。でも確か、貴族性の、え?いやいやいや、まあ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 。あ、ラプラス!は?は?あれ?あれ?一応ね、属性限定って、大体、まあ、限定込みか。限定込みで、100体から110体ぐらい対象キャラいるんですけど、で、限定10体しかいないんですよね。単純に考えたら、こんなに限定出るわけないんだけど、なんか、シンプルに、なんか、80体、なんか、20みたいな感じで、まあ、8、あん?げ、あの、工場 80%、限定 20% みたいな感じで、限定の振り分け裏でしてる、これ。え?なんか思った、あれ?私の計算よりも全然限定が出るんですけど。っていうか、私の計算だと大体もう、限定なんて確定以外だったら1体出るかどうかレベルだと思うんだけどな。で、グリファンを今回は、最後にする、メインは。タンポポたくさん引きたいからね。だからさっき、カメハメハが2体出たことで、同じキャラが出る確率っていうのもあるから、ここでね、もう5つ全部、タンポポよ。はい。え?は?え?あれ?え、なんでこんなに出るの?え?これは、え?ちょっと、え?いや、でも、このね、まあ、水をね、ほら、やばいやばい、風雷を、風雷だったら、まあ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 、風雷だったら、みたいな感じだからね、落ち、え?あれ?これでどっちが天下五剣でしょうって言っても、大体の人はわかんないでしょうね。え?なんで?え、普通の確定枠しかないのになんでこんなに出てくるんだ?誰か検証してくんないこれ。ちょっと待って。え、限定率なんか無駄に高くね?これは私、え?カワケが裏で操作してるからなのか。え、シンプルに限定の確率自体上がってるってこと?違うでしょだけど。どういうこと?で、グリファンは一旦置いとく。で、こっちはグリファン引く。で、クリムと、いや、秋おじさんだな。秋おじさんを引きたい確率はちょっとあるから、一旦これは行こう。で、こっちはメインはクリムと持ってくから、まあ、貸し物禁止なんで。別に2体持ってたところでなのよね。だからささっと引いておく。はい!いや、これはもう限定でんしょ。いや、ちょっと限定が出すぎだから、そろそろ、まあ、ここでね、いやいや、そんな甘っちょろいこと見てんじゃねえよと。現実見せてくれよ。カワケ。は?頼む。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 来い。よーし!よーし!これが現実!これが現実なんです!よし、やっとみんなに攻めたぞ。これなんですよ、これ。これが私見たかった。ね、星玉もね、まあ、大したもんなんで出ませんよ。運営さんのね、もうミクシーの年収のインフレに私は抗う。むしろデフレさせるね。よし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 、これ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 、そんな、みんなが夢見るようなことは一切起きませんと。
ていうか、いや、まだまあまあまあ、これはまだ確定だからね。10分の1、10分、ん ?10 分の1チャンスをやってただけだから。ここで、秋おじさん1点狙いという10分の1が、できるわけないんだな、これが。はい。ていうか、なんか最近無料のガチャのペース早い気がするんですよね。だいたい私のモンストの経験上、1ヶ月に1回みたいな感じなんですけど、なんか最近早いから、なんだろう、後半になんか新しい無料のガチャ、なんで道中からこんなに限定出るんだ。いや、これ、え?ん?これは普通こうなの?え ?4 端末引いて、こんなにバカバカ限定出まくることある？あれ、これ見るとなんか意外といいのか？え、どうなんだ？ちょっと待って、これ誰か、悪い結果の結果を書いといて。ちょっと待って、悪い結果の結果をコメントで書いといて、これ。いや、絶対こんなことに、え、なるわけないと思うんだけど、限定確率自体が高いの？これ。あれ、前回どうだっけ？前回、一回これ、去年来たことあるから、はい！まあ、こんなことで、タルタロスとか、クリムトとか、シュレディンガとか出るわけないですよ。私はここで、タンポポを引く。タンポポ引いて、ウキャーみたいな。え？いや、違う、これはあれか。限定確定だから。はい。だから、まあ、限定確定の分はしょうがないとしても、残りの4枠、全部タンポポ出して、うわ、カワキありがとう、操作してくれてっていうオチ。期待します。頼む、カワキ。操作してくれよ。え？え？え？あ？いや、かわいい！いや、操作してそっちじゃないって！ええちょっと、えは？え、歴代史上一番困惑してるんですけど、え、何これ？えは？いや、絶対これ違うって、何これ？えちょっと待って、えは？え、これ今道中の部分だったね、たぶん。ちょっと待って、一回、タンポポのオチは見たいから、はい。はいはいはい。はい。ね、まあまあ、こんなもんじゃん。え？あ、そうか、限定確定か。え？なんで？で、意外とこれは使ったら、なんか、うまみ、いや、そんなことないよね、絶対。え？ちょっと待って。で、タルタロスは、な、これ確かその他の部分じゃない。確定枠のちょっぱな部分だっけ？まあ、ちょっと、はい。ほら！え？タンポポ！タン！あ？タン！タンポポ！タンポポ！お？え？ん？あれ、ここで止まるって何？あー、ニーチェか。まあ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 、まあ、持ってない。え？なんで？なんで？え？で、これ最後限定用で。いや、タンポポノーフィニッシュか。いや、でもタルタロスでだし、何が出てきてももう驚く要素ゼロみたいな感じなんだけど。まあ。はい。というわけで、いや、この確定マシマシガチャ、いや、無料10連で終わるのはすごいもったいないと思うんで、まあ、皆さんもね、課金して、石をジャブジャブ使って、最後まで駆け抜けていった方がいいかもしれないですね。ごきげんよう。私だ。確定マシマシガチャ、あれで良かったんですよね。そうだ。お前の動画を見て課金した奴らがいるおかげで、我々の年収は2万は上がることだろう。だったらもう、私の家族を解放してくだ、クソ悪徳企業め。